なんて素晴らしい運動神経だ。ここに来たのかは分かっているよ。君には君のキャンバスがあるからね。私がかつて愛した男の血で描こうと考えているのだろう。君はライアンのところに連れて行ってやるさ。だがその前に君には私の最高傑作の手助けをしてもらわなければ。さあ中央ホールに行き、私の気が変わる前に急ぎたまえ。いつまでも興味を持たないぞ。見よ、私の死後も語り継がれよう、この作品を。我が四部作、真の最高傑作だ。さあ、恐れることはない。触れてみたまえ。そう、リッツ・パトリックだ。彼は自分自身の痛みと傷跡から自由になったのだ。それから君に素晴らしい知らせがある。まだ試案中の段階だが、この場所のどこかに3人の男がいる。皆私の弟子だったものだ。彼らには共通点がある。裏切りというね。さあ、君が奴らを見つけ出してくれ。私の四部作の中で彼らに永遠の命を与えるのだ。彼らが相応の報いを受けた暁には、君の道を行かせてやろう。ライアンのもとへ。では私が待つわ。息が見えるぜ。あの老いぼれ、ここで俺がくたばるとでも思ってるのか。お前がこの肉倉庫にぶち込んだ連中は全員ウサギみたいにパニクってたぜ。俺はただ観察しじっと待った。そのうち奴らが暴れ出したから俺が片付けることにした。そう、スプライサーカクテルにして飲み干してやったわけさ。俺を見捨てたんだから心も凍りつくに決まってるだろう。送り込んでサンダーちゃんよ、必ず殺す。殺しに向かうからな。クソ野郎が凍らせやがって。お前にはいろいろポーズを考えてあるからな。写真を撮って四部作の中に加えろ。私は今充実感でいっぱいだ。子供を宿している母親のようにな。
感じか見てみようじゃないか。
あの子たちは私以外の誰かの面倒を見てもらえなかったの。あなたはこの子たちに希望を与えたわ。だから私は感謝する。感謝の思い、あなたの命に何かを送るわ。Thank you.
感じじゃないか。ジャイアンさんが立ち向かい近い奴はいるものだ。君は私のことを疑ってはいないだろう。私は疑い深い連中は我慢ならないんだよ。